メイン食材はこちらです。今回は牛乳をたくさん使用するレシピをご紹介します。材料はこちらです。近年の世界的経済の悪化で生産資材価格が高騰し、酪農経営は危機的状況になっています。そこで皆さんにお願いです。地域の酪農を守るため、日頃の飲み物にもう一杯。牛乳を飲んでいただきたいです。牛乳を使った料理をたくさん食べて生産者を応援しましょう。フジーズキッチンで美味しいを作りましょう。プチベールを縦半分に切ります。玉ねぎを薄切りにします。ベーコンを食べやすい大きさに切ります。鍋にバターを熱します。プチベール、玉ねぎ、ベーコンを中火で炒めます。コーンを加えます。塩コショウをして炒めます。プチベールに火が通ったら一度取り出します。玉ねぎが透き通ったら火を止め、小麦粉を加えます。粉っぽさがなくなるまで全体に混ぜます。牛乳を加えます。コンソメを加えます。中火で混ぜながら煮込みます。グラタンですかね。チーズとの相性が抜群で大好きです。とろみがついたらスライスチーズを加えて出来上がり。うん、彩り鮮やかで美味しそう。プチベールと牛乳をいただきます。うん、ミルク感が強めでプチベールの存在感もあってとっても美味しいです。美味しいからパンにつけちゃおう。うん、美味しい。チャンネル登録といいねボタンお願いします。